入管法改正を正しく理解している国民がどれほどいるだろうか。平成31年度から5年間で14業種で最大34万5150人を受け入れると政府は発表した。現在、日本は世界第4位の移民大国となっている。もう移民はいらない。人手が足りないのは東京五輪まで。 東京五輪が終わると人手が余り始める。5年後には移民の失業者が増える。失業した移民は母国に戻ればいいはずだが彼らは母国に戻らず日本に家族と共にとどまり生活保護を受ける。移民は低賃金の労働力となりその低賃金が日本人の賃金に影響を与え日本人の賃金も上がらなくなる。 移民は日本の社会に同化することなく出身国同士の村を作るその外国人の村では母国通貨が流通し日本語は全く通じず日本国内に別の国ができてしまう民は民に国は国に敵対して立ち上がる入管法改正は日本の国体を壊す日本が日本ではなくなる 安倍総理は美しい日本を取り戻すと言った。その言葉は全くの嘘だった。安倍総理は日本を壊そうとしている。安倍総理が日本を壊そうとするなら国民が日本を守らねばならない。一人の人間の声は小さくとも一人一人の小さな声が集まり大きなうねりとなることを願う。最後までご視聴いただき。 ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。